アイドルデイズ。せせせせせせつけい。いやー、せつけいすけよ。やばいよ、やばいよ。とうとうアイドルの子に恋愛感情を持ち始めちゃったよ。しかも、もしかしたら両思いかっていうとこまで来てしまったと、来た。これやべえなー。この先、この物語どういう展開を進んでいくんだろうな。やっていきまーす。椿に対する思いを自覚し、そして彼女の気持ちを知ってからというもの、俺は緊張の連続だった。いつどこで俺たちの思いが漏れてしまうか分かったものじゃない。爆発するかもしれないぞ。ちょっとした火種で爆発するかもしれないぞ。危険物やん。第4類危険物やん。だいたいただでさえ担当アイドルの女の子と同じ家で寝食を共にしているなんてイレギュラーだ。ファンの頃が聞いたら激怒するな。最近俺と椿の関係を疑うような書き込みがネットの SNS でちらほら話題にやるようになってきているしな。マジで肌から見てもしかしたらって思う人がおるぐらいになってしまったんか。今アニメショップでのイベント協力や地道な活動が実を結び、椿はいくつかのテレビ番組に出演するほどになっている。マジか。どんどん知名度上げていっきょやな。今となっては地下アイドルという枠組みには収まらない立派なメジャーアイドルだ。 SNS の件も注目されている少佐なのか。だが俺にはそれがプレッシャーだった。ねえプロデューサー、今日の朝飯クロックムッシュでいいかな。なにそれ。ちょっと高いチーズを買ったんだよね。なんだそれ。椿、俺26年間生きてきただけでそんな名前の食べ物聞いたことないよ。高いチーズを買っ、チーズがついてるんだ俺。俺チーズめっちゃ大好きやけんな。ちょっと調べてみようかな。クロックムッシュすごい気になるな。うまそうやな。なんかああそれでよろしく。ご飯作ってくれよ。じゃマッサージをしてもらった日以来、俺に対する椿の態度からは女性的な面が見え隠れするようになっている。いやー、母性ってものを感じ始めてきとんかな。まるで新婚の会話じゃないかと指摘すれなくなるようだ。確かに言われてみれば確かに新婚っぽいな。同棲したての夫婦みたいな感じに見えてきたわ、そういえば。そんな感じのやりとりだったな。ぎこちない感じ。そんな椿を見てるとやはり悩みは深まってしまう。トップアイドルを目指そうという椿をこのまま俺の家に住まわせてもいいのだろうか。いや、いいわけないんだ。それは分かってる。それでもこの距離感を保っているのは椿との生活が心地いいものだと感じているからに他ならない。そうして悩んでいるうちに、間に椿は出来はよく料理を済ませて俺の元にコーヒーとクロックムッシュを運んでくれた。高級なチーズを買ったと言っていたけれど、確かにこの香りは味への期待を抱かせるものだ。このコーヒーも一人暮らしていたら絶対に選ばないようなブレンドである。なんだか椿と暮らすようになってから生活が豊かになったような気がするな、華やかになったもんな。もう華やかになってしまいましたよ。一人暮らしとは思えないぐらいにさ、後ろのベッドもすごいベッドメイキングされてるからな。きっちりすっごいシワ一つないもんな。椿ちゃんがやってくれてるんだろうかな。さあ食べてみてよ。今日はこれからレッスンだし、お互いしっかり食べとかないとね。促されるままにクロックムッシュを口に運んでから俺は大きく息を吐く。なあ椿は引っ越しとかが考えないのか。生活にも慣れてきたし、すぐにする必要はないかなって思ってる。わあ、もう世間体とか考えてないんだね君は。あ、もちろんプロデューサーが迷惑じゃなければの話だけどね。迷惑なんてことはないよ。うちで暮らすように誘ったのは俺だしな。当時何かと暴力的で渾身の刃だったような椿も今ではすっかりおとなしくなった。刃のなかった彼女のエネルギーをぶつける夢ができたから、
暴力で発散する必要がなくなったということだろう。暴力で発散する理由がそんなはちょっとあれやけどな。まあよかったわ。原動力なんていうか、自分のエネルギーをつぎ込む先がなかったんやな、これまで。それが暴力に走るって嫌な感じ。嫌な感じ、言い方。俺に孫娘を預けた椿のおじいさんは、そのことを大いに喜んでくれていた。けど、ほら、若い男女がずっと一緒に暮らすってのは、親御さんやご家族からしたら、あんまり歓迎できることじゃないんだろうし。親はほっといていいよ。じいちゃんはプロデューサーならいいって言ってたし。へえ、おじいちゃんの公認いただきました。これはさ、不純な関係とかではございません。なんでったって、椿ちゃんの親の人がそう言ってるんだから、ねえ、椿ちゃんのことを一番見ていてくれるじいちゃんがそう言ってるんだからな、じいちゃんの言うことは絶対じゃわ、権力者やけんな、じいちゃん。そうだろうな、と、俺は困ったように苦笑する。となると、やはり問題は俺自身の決断にかかっていることか。ん？メールだ。誰？もしかして女？なんだその反応、お前。浮気を疑ってる妻みたいな反応やめろお前。もしかして女じゃねえだよな。お前とつ俺と椿の関係でそんな言葉出てくるか。違う違う、俺にそんな相手いないの知ってるだろ。ちょっとした漫才かと思ってないかも。からかってくる椿、そうすぎたけど、からかっとる顔じゃなかったけどな。ガチでへこんどる時の顔だったけどな。うん、からかってくる椿、そう告げてからメールを開いてみる。そこに記されていたのは一つの大きなイベントへの案内状だった。もっとまた来た。この流れで大きいイベントってことはさ、前のアイドルワン何やったっけ、プリワンか、プリンセスワンよりも大きいイベントなのかな、もしかして。これってプリワンの時と似ている。しかし決定的に違うことがあった。なんだ。今や椿がメジャーアイドルとして活動するようになっていること、そしてこの案内状が事務所所属アイドルなら誰でもいいというわけではなく、椿を指名する内容になっていたことだ。おう、もう間違いなく椿ちゃんのことを評価してってことか。その事実に俺はそれまでの不安なんて吹き飛んでしまう。ただただ震えた。おお、これは武者振りってやつかな。これはどうしたのさ、なんか問題でもあったなら言ってよ。むしろ逆なんだよ、椿ちゃん。椿ちゃん、やったぞ。私で協力できることなら何度でもしているからと、男前のことを言う椿に、俺は首を横に振る。アイドルキングダムだ。名前ださ。名前ださ。あんまこんなこと言うだけど、言いたくないけどさ、名前ださ。え、もしかしてこれキングダムってあのさ、漫画の人気は漫画のキングダムかとっとんかな、もしかして。主人公が漫画好きっていうかさ、このゲーム作っとるさ、メインのスタッフの人が漫画好きでこういう感じになりましたみたいな感じのとこが、なんか俺には見えてくるよな。アイドルキングダムに椿の参加認められたんだよ。驚きのあまり立ち上がった椿はその表紙にコーヒーを俺の膝にこぼしてしまう。そのあまりの熱さに俺は椿とは別の意味で悲鳴を上げた。ありがとうございます。なんでありがとうございますだよ、ド M が。プリンセスワンがアイドルの登竜門だとする。それに関してアイドルキングダムは規模も影響力も桁違いなイベントだ。そりゃキングダムやもんな。このアイドルキングダム、通称アイキン、略すな、ダサく聞こえる。は全国に生放送され、総視聴率は 20% を超えている。年末番組やん。パーセンテージがもう特番レベルやんか、お前すごいな。アイドルだぞ。アイドル興味ない人もおる中、全国で放送されて 20% やけんな。この数値高いことはさ、わかるぞ。内容はプリワンと同じ総選挙だが、
アイキンはプロの審査員や視聴者投票が加わり、全国のファンの総意が反映されるのだ。ありゃな、最近って R1 とかそういうお笑い芸人の賞レースですらさ、視聴者投票みたいなのがあるけんさ、あれと同じレベルですっごいでかい大会なんやな。数万、数十万、数百万の投票の中から人気ナンバーワンを選び、そのアイドルにはクイーンオブアイドルの称号が与えられる。もうその年のトップを決めるような大会かもしれんな。言ってみれば、そういったイベントの構造や注目度の高さから、このイベントでクイーンとなることはアイドルの挑戦と同意だった。確かにな、今の説明からしたらそうなるよな。出場するアイドルはその年の最前列で活躍するビッグネームばかり。アイドルになってまだ日の浅い椿が出場できるというだけでも、将棋を受けるには十分すぎる大事件だったな。うん、最年少 F1 ドライバーみたいなもんなんやな。歴代最年少 F1 ドライバーみたいなもんなんやな、これ。これは気合を入れないとな。先輩にはメールを確認した後にすぐ電話で話をしてあり、もちろん参加を快諾してもらえた。うちの事務所からアイキンへの出場者を輩出するのはこれが初めてのことだったし、反対する理由なんてどこにもないからな。俺自身驚きはしたものの、トップアイドルへの道が一気に開けたような気分で、少しの緊張はあってもワクワクの方が勝っている。開催は2ヶ月後、まだまだ準備をする時間はあるけれど、油断をすれば一瞬だ。2ヶ月後やけんな。プリワンの運営の人も見習ってほしいんやけどな。後悔のないように事前の準備には万全を期しておかなければ。だがダンスのコーチプロデューサーさん、ちょっと椿さんのことでお話が。ん？椿の、どうした？今日のレッスンが終わり、ダンスのコーチに声をかけられた俺は首を かしげてみせた。そんな俺に対してコーチは少し深刻そうな表情を浮かべて告げる。あ？なんだろう、もしかしてちょっとスランプなところあるんかな。椿さんですが、どうもレッスンに身が入っていないみたいなんです。何か心当たりはありませんか？椿？なんだ、レッスンに身が入っていないってどういうことだ？まさかお前、さてや馬娘にハマっているな。お前馬娘にハマっていて、夜更かしてでも馬を鍛えてるな。お前、おい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 、人気ゲームだからってさ、夜更かししてでもやるもんじゃないぞ。お前体は大切にしろ、ちゃんと寝ろ夜は。それはないとは言い切れず、俺は返答に窮してしまった。そう、問題は椿だ。アイキンへの参加資格を得たと聞いてから、ずっと上の空といった様子でぼんやりしている。どこか体調でも悪いんじゃないかと思って聞いてみても、大丈夫だとしか答えてくれない。とりあえず様子を見せてあげてください。怪我の原因になるかもしれませんから。そう忠告してコーチは俺に一礼すると、レッスン場を後にした。すると入れ替わるようにして椿がシャワーと着替えを済ませて戻ってきた。もういつもその服装やなお前。先生が心配してたぞ、レッスンに集中できてないって。そんなことないよ、ちょっと調子が悪かっただけだし。ほんまか？まあ調子は悪そうだけどな。そう言って椿に向けてタオルを投げ渡してやる。タオルを受け取った椿はそれに顔を半分ほどうずめてから大きく肩を落としてみせた。ええで、迷惑かけられるんがマネージャーの仕事みたいなもんやけんな。別にいいさ。でもお前本当にちょっとおかしいぞ。まさかほんまに課金してるんじゃないだろうな。馬娘に思いっきり課金してるんじゃないだろうな。お前やり込んでんじゃないだろうな。お前ハマってんじゃないだろうな。お前そのうちほんまに本物の競馬見に行きたいとか言い出すんじゃないだろうな。お前沼るぞ。お前やめろ、沼って何万円何十万円すりましたみたいな感じの話するのやめろよな。お前笑い事じゃねえぞ。だんまりか。
最近は打ち解けてきたと思っていたんだけど、こういう態度を取られると少し切ないものがあるな。切な圭介だな。こう書いて切な圭介だな。俺のことが頼りないのはわかる。まだプロデューサーとしての実績もないしな。けどそれでも頼ってほしいんだよ。頼りないと思ったことはないよ。なんかちょっと弱々しい言い方ね。ゆっくりと椿がつぶやく。ただちょっと疲れが溜まってただけ。本当にさ、だから大丈夫。ちょっと大舞台が目の前に出てきたけどさ、なんか張り切りしすぎとんかもしれんな。ちょっとさ、肩の力抜いた方がいいかもしれんぞ椿。嘘だというのは椿の顔を見れば分かった。それでも追求することをしなかったのは、椿がそれ以上の会話を拒んでいるかのように見えたからだ。だから俺は話題を切り替えることでした。疲れてるなら俺がマッサージしてやるよ。スキンシップ来ました。ちょいちょい俺椿ちゃんへのスキンシップがさ、手が出るのが早くなってきたよなお前。大丈夫大丈夫、俺が触りたいだけだから。遠慮するなって。前に背中をマッサージしてもらっただろ、そのお返しだ。こう見えて俺は足回りのマッサージには自信がある。そうなん。プロデューサーになる前は事務所のアイドルたちの雑用係のような立場でいろいろとやってきたからな。いいのアイドルたちの雑用としてさ、そんなマッサージっていうか足揉むとかやっていいもんなの？アイドルからそんな拒絶とかないの？大丈夫なんこれ。じゃあ俺アイドルの事務所で働こうかなって、転職しようかなって思ってくるんやけど。総雑用には疲れただの足が痛いだのと不満を言うアイドルたちのマッサージも含まれていた。疲れが溜まっているならほぐしていこう。愛勤までにはコンディションを整えておかないといけないしな。そう言うと椿はしぶしぶ俺の提案に従ってくれた。無防備無防備ですよ。いや、そういうパンチラはしなくてもよかったじゃないですかね。その可愛い顔どうにかならんかな。パンツもするやけど、その可愛い顔すげえいいなお前。いろいろとさ、フェチ心をくすぐるな。生足もあるしな。やべえ、スチルが出てきた。これはこれでなかなかドエロですよ。座ってもらって椿の足そっと触れる。この女、俺に対してパンツを見られることに関してはもう抵抗がなくなり始めてきとるな。もちろんやましい気持ちなんか全くない。いや、やましいのはこのゲームを使っているこのイラストレーターを発注した人だね。こんなイラストにしてくださいって言ってパンツ見えとる状態のイラストを作らせるからな。やましいな。絶対黒ゲームを作っている人が一番やましいな。事務所に入ったばかりの時はアイドルの足に触るという行為に緊張したけど、今となっては無心になれる。仏やな。もうさ、雑念とか消し去れる仏さんみたいな感じになったのやな。はずだじゃねえんだよな。根拠なかったわ。さっきまでレッスンしてたから汗臭いと思うよ。本当に。いやいや、変態の男の中にはそういう汗臭さがむしろいいって人がいるんですよ。皆さんそんなことないって。ほら揉むぞ。なんとなく呼吸を整えてから椿の足に触れる。自分の指にぐっと力を込める。あー、これ痛いっていう人は痛い人のやつやな、お前。ああ、ちょっと気持ちいいんや。椿ちゃん結構健康的な体しておけん、足のツボとか押されても痛いとはあんまり感じないタイプかもしれないな。椿の吐息が漏れてきて、俺は心拍数が上がったことを自覚した。無心だ、無心になれ俺。そんな自分の自制とは裏腹に、マッサージを重ねるたびに椿に発する小さな声が俺の心を刺激する。あ、お前絶対 ASMR とかに弱いタイプの人間だろお前。耳かきボイスとかそういう耳元で支えてくれる系のボイスとかさ、絶対裏でね聞きあさっとるタイプの人間だろお前。痛いか？もし強すぎたら
いてくれよ。大丈夫。プロデューサーがうますぎてちょっとびっくりしただけだし。やり手ですからね。そう言ってから椿は足を引っ込めて俺に短く礼を言うと大きく息を吐いた。さっきさ、大丈夫だって言ったじゃん。あれ嘘なんだよね。あ、ようやくちょっと本音の方を口に出してくれたんじゃ。知ってる。でもなんであんな嘘つくんだよ。せっかく愛金への出場権を手に入れたんだ。いつもの椿なら絶対トッペってやるって気合い入れてるところだろ。そうやな、まあね、その前向きな姿勢にこちらが惹かれてどんどん応援したくなっちゃうって感じだった。だからここまで一緒にやってきたんだろ。愛金に出場できること自体はいいんだよ。光栄だとも思うし、私らの夢に近づいてるって感じもするからさ。そうだろ。けどなんていうか、おじけついちまったっていうかさ。らしくねえな椿。いつもはお前ドーンと構えとるどこだろうが、ドーンとな。おじけづくというのは椿らしくない言葉だ。どんな相手だろうと立ち向かっていくのが俺の知っている椿だったからな。ああ、でもあれか、アイドルってことを知ってしまったから、アイドルっていうのはどんなものかっていうのをさ知ってしまったからこそかもしれんな。これまでは全くアイドルのことなんてよく分かってないままアイドルになってしまったからな。その無知だったからこそアイドルのことが分からずに、その対してのプレッシャーとかっていうのを感じずにおったんかもしれんけどさ、ここにして突然一番でかいステージがさ目の前に広がってしまっ、に控えてしまって、とうとうプレッシャーが大きさっていうのを感じ始めてきてしまって、ようやくちょっと図太いつぶあきでもこんな感じでプレッシャーおじけづき始めてきたって感じか。ぶっちゃけ今の私が他のトップクラスのアイドルたちに勝ってる部分なんてない。そうでしょ。そんなことはないと言いかけるが、椿は俺の言葉を制した。事実だよ。努力してる自信はあるけど、トップの連中はそんなの大前提で当たり前のことなんだ。そうだよな。どの業界でもトップの人っていうのはさ、努力のレベルが違うよな。まずうちらでは必死にやっとることをさ、トップの連中っていうのはさぞ当たり前かのごとくさやりこなしてしまうよな。その努力をさもう当たり前にできてしまうところこそがもうトップたるゆえんかもしれない。それをさこまめに続けとる才能がある人がさ、それでも努力してしまうから、この世界とはたちが悪いんですよ。私はまだアイドル始めてちょっとの新米。来年や再来年ならわからないけど、まだ自信がなくて。そう語る椿は真剣だった。自分の実力を正確に分析しているからこそ、アイドルキングダムという一大イベントに対して気負うものが合うのだろう。それならと俺は某有名ボクシング漫画の名言を引用してこう告げた。なんだろう、明日のジョーにあるかな。努力したものが全て報われるとは限らん。しかし成功したものはみんなすべからく努力している。あ、聞いたことあるなこれ。この名言はツイッターで聞いたことあるな。多分ボクシングやけん明日のジョーなんだろうけどな。いや、お前のために言ったんやけどな。お前のために言った言葉なんやけどな。そんな熱苦しいとか言わんといてえな。まあボクシングって言ってしまえばあれやけど、熱苦しいイメージあるからな。偉大な名義を熱苦しい呼ばわりするとは失礼なやつだな。俺の好きな漫画のセリフだよ。今の椿には必要な言葉だろ。これ明日のジョーだとしたら結構古い漫画やぞ。いくつやねんって思うやいのな。切なきえすき、いくつやねんって思うやいのな。どうだかね。呆れたように苦笑して椿はゆっくりと立ち上がる。
こんなことを言い合えるからこそこの二人の関係っていいものやなって思うところはあるんやけどな。それで漫画好きなプロデューサーさんは私に何を言いたいわけ？あ、それあれか。そろそろ漫画の名言とか変えずに自分の言葉で何か言ってみなさいよって言いたいのか。俺もちょっと思っとったわ自分で作った名言とかないのかって。言葉の通りだよ。絶対に成功する方法はないけど、成功するためにはやるべきことがあるってことさ。そうやな。ちなみに刹那圭介、俺な、ゲームの中の刹那圭介じゃなくて、俺自身なんやけど、俺自身の好きな言葉でこんな言葉があるんよな。人事を尽くして天命を待つってね。やれることはやったか。成功を収めるためにやれることは全部やったか。そう考えながらね、日々を過ごしていきたいなって俺も思っとる。努力の量と結果は比例しないって名言もある。それでも努力は必要なんだ。彼女は長く努力を無意味で無価値なものだと鼻で笑ってきた。そして今、その努力に対して正面から向き合うようになっている。必要じゃない努力はないし、無意味な努力もない。アメリだ。それを椿はすでに知っているはずだ。分かった。始まる前から気持ちが負けてたみたいだね。私らしくもない。そうなんだよ。お前らしくなかったんよ今の言葉はさ。珍しくな。そういうこともあるさ。気するなって。普段から男前すぎる発言と態度ばかりだからな。俺の方がめめしいんじゃないかと思えることもあるが、こうした弱さを見せてくれるのは嬉しい。そんなことを椿に言ったら殴られてしまうだろうから口にはしなかったけどいや、そういうとこやでっていうところやな。お前そういうところやでって愛犬に向けて本気出すとしますか。そうして椿をやる気を出した時だった。ん、なんだ。知らない電話番号から着信が届いて、俺は椿に断りを入れてから電話に出るためのレッスン場の外に出る。なんか嫌な感じやな。こんなさ、勢いっていうかさ、やる気出たところで電話とかさ、嫌な予感しかせえへんな。これでさ、なんかいいお知らせが来たらさ、ええってなるもんな。例えば宝くじ当たりましたみたいな。待って、宝くじ当たりましたで電話室出てくるってなんか詐欺っぽいな。よくねえな、これ。わあ、ほら、主人公だって嫌な予感してる。もう、主人公が嫌な予感がしたって言ったら大体嫌なことしか起きませんからね。これでほんまに宝くじが当たったとかだったら、1億円だとかだったらさ、アイドル辞めてしまうな。金があるんだったらアイドルなんかやらなくていいや。身も蓋もない。だとしたら身も蓋もないゲームやってしまうけど。しばらくしてレッスン場に戻ると、椿がコーチと何かを話してしているようだ。どうやら完全に気持ちを持ち直したらしく、さっきまでの集中力散漫な態度を謝罪していたらしい。なるほど。と、俺が戻ってきたことに気づいた椿が駆け寄ってきた。どうしたのさ、プロデューサー。眉間にシワが寄ってるじゃん。何だったんだろう、電話の内容。結構重要なんじゃん、眉間にシワって。ああ、いや、ちょっとな。しばらくどう話すべきかを悩んでから、電話の内容を口にする。俺たちの今後に関わる重要な話だ。なんだろう、事務所的な感じなんかな。事務所の解散とかあるんかな。さっき、俺の電話に直接連絡があったんだ。大手事務所が椿に移籍のオファーをかけてきた。うちよりもはるかにいい条件でだ。あー、そういうことかー。そっちかー。アイドルだったら、まあ、ワンチャンあるかもしれないっていう。あー、なるほどな。意外と悪い話ではないって感じなんやな。ちょっと嫌な出来事があったとかそういう感じじゃなくて、椿にとってはむしろチャンスが増える可能性はあるんやけど、あるんやけど、事務所、刹那圭介とか事務所とかから考えたら複雑な感じみたいな。あー、そういう感じか。説明するもでもない。
椿というアイドルに将来性を見出した王子事務所による引き抜きだ。オファーをしてきた事務所というのはアイドルだけではなく映画やドラマに出演する女優や有名芸能人を抱えている最大手だった。わあやばい、 VTuber で言ったら二次三次はホロライブがスカウトしてきたようなもんなんやな。それともアイドルだけでなくて映画やドラマってことはさ、わあ椿にとってはさ、ここでさ、ここの大手事務所に移籍するってことはさ、アイドルの仕事だけじゃなくて映画のスター、映画の出演者とかドラマの出演者とかでもさ、そういう道にもそういう仕事ももらえるチャンスがあるってことなんじゃ。うわマジか、アイドルとしては願ってもチャンスではあるんやけどさ、この二人の関係を見よったらさ、どうもちょっといたたまれないって感じやな。ちょっと待ってよ、一席なんて私は考えてないんだけど。まさかとは思うけど、オファーを受け入れたりしないだろうね。椿の動揺を感じ取りながら俺はこう返した。わあどっちにしよう。あ、冗談じゃない。あーセーブするわ、そった。でも俺はこっち選ぼうかなって思っとったけんさ、ちょうどよかったけどね。俺は椿と一緒にアイドルと頂点を目指すって決めたんだ。横から口出しされて、はいどうそうですかってなんて言えるもんか。まあ気持ちはそうやな。ああ大手だからなんだか知らんけどな、おいらが育ててきたアイドル横取りしようっていうのはそうはいかんぞ。なめた真似しやがって汚ねえぞ大手野郎め。大手だったら何でもやってもいいって思ってるんじゃないだろうな。これはおいのわがままかもしれない。椿にとってはうちのような小さな事務所に所属しているよりも大手の方が活動の幅もぐっと広がっていくだろう。有名な作詞家、作曲家による楽曲を用意してあり、大型のライブイベントなども可能になる。うちでもそれができないわけではないけれど、すでに過去の実績を持つ大手と比較すればスタートラインが違うのだ。それでもと俺は自分のわがままを通したかった。椿は俺が担当しているアイドルだ。他の事務所なんかに渡すわけないだろ。それでこそ私のプロデューサーだよ。言っちゃった。これがアイドルのためになるとは思ってないけど、少なくとも椿は移籍なんかしたくないし、そんなこと言ってほしくなかったっていう感じの顔だった。言ってよかった。椿はそう言って笑みを浮かべる。してあるわけ？はい、まだしてないんじゃないかな。あ、しとった。ああ、後悔することになるぞって脅された。大手だかなんだか知らないけど、腐ってるね。圧力というやつだ。確かに相手事務所の規模を考えれば、テレビ番組への起用に口出しをすることぐらいできるだろう。だが、そんなものを恐れているようではトップアイドルになるかなれるはずがない。だいたい椿に人気が出てきたタイミングで声をかけるという魂胆が気に食わなかった。そうじゃない。そういうところあるよね。確かにアイドルというのは一種の商品かもしれない。けれど売れ始めたから買い取ろうだなんて考えをするような相手に大切な椿を預けるわけがないじゃないか。こちら椿のね、才能というのを見出してここまでやってきたんじゃ。赤の他人がさ、車載出てくるようなそんな関係性とは違うんじゃ。後悔なんかしない。俺は自分のわがままを通したいんだ。椿には申し訳ないことをしたかもしれないけど。そんなことないよ、私も同じ気持ちだからさ。遺跡の話は椿にとっては大きな可能性でありチャンスだったかもしれない。それでも椿はそれをはっきりと否定して俺の背中をポンと叩いた。大人のアイドルゲームの駒になんてなるつもりはないんだ。私は私の意思でアイドルのてっぺんを取る。よく言ってくれた。その時横にいるのはあんただよプロデューサー。ふう、ああもちろんそのつもりだよ。椿と一緒であればどんな障害だって
乗り越えていくことができる。そういう確信とともに、俺は自分の選択肢に胸を張った。男を見せました。刹那圭介、男を見せました。あ、まだ第6章だったわ。もうちょいやろうか終わりかと思っとったわ。第6章終わりやけん、スローケンで終わりかな、終わりとしようかなと思っとってセーブしたけど、まだ6章だったわ。7章の始まりのところまで行こうかな。今回は遅くなっちゃったな。1日の予定をすべて終えて食事を済ませると、すっかり日が落ちてしまっていた。ネオンで色とられた秋葉原の街並みは見慣れたものだったけれど、今日はなんだかいつもよりも輝いて見える。ビルに設置された大型のディスプレイには、近日公開予定となっている秋葉原を舞台にした映画の CM が流れていた。ねえ、あの女優って、ん、女優はおるん？ああ、何回か前の愛菌でチャンピオンになった元アイドルだ。その CM では異世界からやってきた、お、いや、またクックロデイズの話かこれは。異世界からやってきた女騎士が秋葉原を襲った怪物と戦う、なんかクックロデイズっぽい感じのやつやめろお前。クックロデイズ最後までやってないけど、そんな話があったか知らんけどさ、女騎士ってこのゲームで女騎士って言葉できたらもう完全にクックロデイズなんじゃんお前コスプレイヤーの女性が秋葉原で起こった車の暴走事件を解決した頃に着、暴走事件解決した、これ完全にクックロデイズやな。いや、そんなプレイ、そこまでプレイしたことないけん、そんなシーンがあったか知らんけどさ、そんなんから着想を得るなって話やけど、カトリア、この世界でちょっと影響与えすぎないよな、いろんな秋葉原に。いわゆる実話を元にしたフィクションというわけだ。演じる女優は数年前にアイドルキングダムで優勝したトップの、当時のトップアイドル。現在はアイドルを引退したが、映画にドラマに舞台にと大活躍をしている。トップアイドルになったら、あれと同じになるってわけか。あれという言いはかなり失礼な気がしたけど、指摘はしない。つい最近までアイドルにも何でもない一般人だった椿にとって、ディスプレイに映る世界はまだ遠く感じてるのだろう。椿だったらもうテレビに出演したりしてるんだ。そう遠くない未来の姿だと思っていいんじゃないか。どうだかね。私にああいう映画とかで演技できるとは思えないけど。なんかスケバン系とかやっぱオファーもらったらやりやすいんだろうな。過去にやっとるからな、スケバン系。スケバンデカってないかな。スケバンデカまた復活せえへんかな。演技は苦手かもしれないが、身体能力の高さを生かしてアクション女優などの道に進めばブレイクするかもしれない。そういうな、動き回ったらさ、チブサが揺れるんだろうな。スポブラしとってもちょっと揺れるのは抑えられないみたいな感じになるんだろうな。そんなたわいない話をしていると、ふと周囲がざわつき始めてることに気がつく。ねえ、あれってアイドルの椿ちゃんじゃない？本当だ、椿だ。横にいるのはプロデューサーか？まずいと思った。椿の知名度が上がったことで一般の人にも認知されるようになってきている。サングラスやマスクもなし、のんびりと無警戒で街を歩いていいはずがなかった。ああ、そうじゃ、はい、最近まで一般人やけん、その辺の感覚が疎いんじゃ。まだやば。同じことを椿も感じたようで、すぐさまは俺にこの場から離れるように促してくる。わざわざ追いかけてくるような人はいないだろうけど、念のためここは自宅がバレないように行動した方がいいだろう。とりあえず路地裏から入るよ。誰かが後をつけてきてればすぐにわかるから。そう言って椿は一目散に走り出してしまった。お、ナイスナイス、不良娘だった頃の知識そんな裏路地に入ったら、追手が来てもすぐ気づくみたいな、そんな知識、あるかそんな知識、一般の人にあるか。しばらく走って、たどり着いたその場所は、何やら見覚えがあった。あれ？ここなんか、椿と会った時になんか来たかな？もしかして。ここは、
ああ、そうじゃ、そうだ、ここじゃ、ここじゃ。間違いない。以前、メイドカフェの店員さんを狙った暴漢を狩り討ちにしたあの場所だ。見た覚えあったなって。なんかこの辺りでなかったっけって。なんかそんな感じだったもんな。あれから、まだそんなに経ってないのに、ずいぶん状況が変わったよな。まあ、アイドルになったからね。自分でも信じられないよ。それまでの私は、ただ気に入らないやつをぶん殴るだけだったし。やめろよ、そんなことやめろよお前今後。そうだったな、俺も殴られたし。初めて椿の一撃を食らった時はそのまま気を失ってしまったっけ。考えてみれば病院に送りにならなかっただけ運が良かったのかもしれない。それにしてもこの辺は暗いな。路地裏だから当たり前だけど。だからあのクソ野郎はここに女の子を引きずり込んで乱暴しようとしたんでしょ。誰にも見られないし。汚ねえやつだな。そりゃそうか。うなずいてから早く路地裏を抜けようと歩みを早めようとしたその時だった。なんだ？ん？路地裏の物陰から何かが飛び出してくるのを視界の端で捉えて俺は叫んだ。椿！危ない！見覚えのある顔がした男が、椿に突進していく。とっさに磨かれた椿と、その男の間に体を滑り込ませた俺の右腕に、鋭い、鈍い痛みが走った。うわぁ！